ということで、移動してきたんですけど、はい、勝本町ですね。なんか 見覚えのある防波堤に行きました。防波堤、はい、で呼びました、オイアンです、はい、今回は勝本エギングということで、実を言うと2投目で飽きまして速攻出ました助けろとエギング頼むと。で僕はアジングロットを一応持ってきました、はい、ちょっとライトのやつ、まあ、定番スタンダードぐらい、はい、ですね。飽きたらアジングやりつつエギングやりつつアジングやります、はい、でオイアンはエギングやりつつエギングやりつつエギングやります。オールエギングオールエギングということでやっていきましょう。はい、ゴー。第1投目でございます。投目、ちなみにエギはエギ、エギ濁りましたよ。ヨズリ、ヨズリ、はい、ちょっとやや風が真っ向ですね。風強いですね。ちょっとやりにくいけど、やりにくいけど一本釣れりゃいい。しゃくりは軽やかに、イエイ、はい、ということで、はい、セッティングが、セッティングが完了しました。完了しました。ちょっとね、なんかね風あるちゃう上、うん、シャク D 2g に P カブーの、はい、クリアに銀色のやつ、銀色のやつまあ新作やけん投げてみようかな、はい、見た感じね、アジいいねちょっと静かや、勝本もそうやったっちゃけど、ちょっとねこの間まで濁りあったっちゃけど、うん、すんどるね。おいよいしょ、完全に当たった、びっくりした、当たった、前の一発でも 2g に食ってくるこのサイズっちゅうのもなかなかいいね。Pカブ釣れました。Pカブ、Pカブじゃない方が食うシチュエーションとは思うけど、うん、使ってみたかったです、うん、はい、これリリースで、はい、これなんかこう自分の 手のような感覚ではある。お、俺ら基本バッキバキやし、棒みたいな、でボトムからタンタンタンみたいなさ、でタンタンタン上げるんやったらこうシャキッとしとかなきゃいけんちゃうけど、うん、これはもうシャキッともしてるけど、うん、先の方はこうなんていうと、ちょっとこうしんなりしちゃうけんさ、軽量リーグの存在感をきっちり出してくれる。やっぱ全然違う釣りかな、どっちかっていうと、うん、いい。今ね、干潮から上げ始めたぐらいっす。はい、はい、勝本候補がね、意外と早く諦めてしまいました。5頭ぐらいで諦めたもんね。もうね、土管潮やったけんさ、さっき土管潮でもう海が澄んでてさ、生命感がなくてね、なんかすごい、もうすごい、おっと、すっごいイカスミあるね。タイミングさえ合えば結構イカも釣れるんじゃないかな。だどこ行ってもやっぱこの北西の風の時に勝本町が選ばれてしまったのがきついね真っ向勝負やけど、ね、アジもね多分遅くに食うよ、こう満潮からの下げ始めぐらい、土管町からの上げやから、ね、道をない、道を、あーまあまあ漁師用語で言うと今潮位が上げよう、うん、上げよう時中とは、あの潮はねこう勝本がこのランゴでちょっと同調しちゃう、めちゃくちゃこっちこう行きよう、でその潮がぶつかり合った時にグワーンとプラックトンガーンとね、その時にこの辺も潮位をタプタプになってきて、ジュワーンっていうところにバシャバシャバシャってやる。タイミング的にはあの下げ始める超深夜ですね、3時深夜というかもう朝方かな朝方強いと思います。くぅ、豆味しかいない、タイミング外しとるのこれ。あ、ちょっとスペック変えました。はい、フィジットヌードルのエビチリ取っとくの、エビチリで、はい、ちょっとさばく動画とかも出したいけどねちょうど10ヘッドが半分言うと、でもやっぱ 2g ぐらいだったら軽く投げても飛ぶね、軽く投げた方が飛ぶやん。おー、いいっすね。竿先だけでこうフィッて、そうそうってなる。そう
撮りたいんやけどね。ここはね今こう風なんですよ、うん、で潮がこうガッツリこう来る、ここでボトムを取るとなると相当もうそうこんぐらいの角度からの勝負にしかならない。これはスプリットとかキャローを使った方がいいんやけど持ってないですね。持ってないんでこれで勝負しましょう。ちょっとこうドリ出して流してみようかこっち。はい。たらこうちょっと沈めたらあんま当たらんもん、ね、これ丸もあるあれ。上と下の寒暖差が激しい。真ん中食わんと。おだけん、なんか中途半端に沈めても食わんけん、上ばっかりイメージしてしまうっちゃけど、ボトムにでかいやつがおる可能性は多いね、ある。お、シュ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 。好感度ちょっと沈めました。これは、お、これは、ボトム。おサバー。サバー。元気ないサバ。元気ないサバ。結構いかったぞ今。ただサバチわからんぐらいのサバ。これサバやろって感じがせんやった。結構下で来たね。リリースですね。リリース。いやでもいいねやっぱ。あんまりこういうちょっとライト系ライトなやつ使わんけど楽しい。今だってグリーブインやいつもやったら。こうちょっとやり取りしてさ、うん、スリルがある。音もなく近づいて。なんでやった。いつものごとく。あ、でさ、うん、60やった。63番。あのティクトのホームページ見てもらったら分からないけど、キャンペーンが多分今期間中でパッケージで普通ゴミや。うん、でそのゴミを封筒入れて送ったら。うん、これのモノコック の, あのスペシャルチューンのドットが当たるらしい。当たる、当たる。知らんやった欲しい。言ったっすよ結構最近言った、教えたはずやえ、まだ釣ってなくね。おらんねおらんね。いや一応見てみ、なんかじるってる感じあるけど誰かが釣ってる。誰かが釣ってる。じるってる。結構ほやほやのじるまあでもしょうがないね、なかなかいい時ばっかりはいけんけんね、うん、セオリーとしてはもうこのタイミングやろっていうのはあるけど、それはレディングは普段の生活というのがあるタクシーいつでもいけるよね。なんかエナジードリンクさえ飲んじゃうけど、自分の生活の中で無理せん程度に楽しむのがやっぱ釣りじゃないですか、はい、僕らそのメーカーの人とかはやっぱそういうお仕事やけんさ、はい、釣らないかんやろ、下へテストせないかんやろ。俺メーカーの人、いやメーカーの人っていう資格がないと関係はしてるけど、ヘッツやもんね。おただのユーザー、ユーザー、物言うユーザーぐらいのレベルで、そんななんか釣りがうまいよとかこうなんかの開発してるよとかではないんです。はい自分の好きな釣り方で自分の好きな道具使って自分の好きな魚を釣ってるだけですね。はい、はい、これが趣味の、そのメーカー利益じゃないけど、でその時のさ、そのアジング業界のさ流行りとかもあるというの、はい、今流行りはこういうやつとかこのスタイルの釣りが今あの最先端とか、はい、でそういうのはね基本そのメーカーの歌い文句やねん。物売りの立場の人が新しいなんか 目新しいもので着目して物を売るっていう考えやけん、うん、その海に一番適してるっていうわけではないと、うん、その新しく出てこれがこうやけんコンサーが今はもう一番旬よみたいなのもただの流行りしたりのチェックが流行ったりヒョウ柄が流行ったりすることと同じで、いや全然流行ってない時にヒョウ柄貴重してもおるわけ、ヒョウ柄好きやけんっていうイメージ分かる、イメージ的に、うん、で自分のやりたい時にやりたい竿でやりたいチョイスで釣ればいいだけ、うん、と思う。でそのチョイスに対してその TikTok 中メーカーはなんあの選択肢が多いよっていう、うん、60、63、66、ワンピース、ツーピース、キャロー、何でも
大体揃うね。結構タックル何がいいですかとか聞かれるけど、はい、そう息ではその普段皆さんが使ってるやつより1個ちょっと強いやつとかいう1個強いやつ、うん、レベルで多分いいと思います。はい、はい、どっちかって言ったらこんなんで取れるけ50とか全然、うん、やり取りとかドラグの設定の仕方とかだけでさ不備がなければ、はい、どこどこのメーカーのなんとかとかいう顔がいいよとは言わないです、うん、僕はオリムのあれいいね。まあまあ調べてもらってオリムのあれオリムのあれ、うん、オリムのあれはいいと思う。もうコスパよ何言うても。うん、うん、いろんな竿を使ってみて自分の気に入ったやつを選べばいいし、うん、例えば最初5000円のなんかようわからん竿とリールで始めたけどそれからちょっとアジングにのめり込んであの行く回数が増えたけん竿とリールで1万円ずつのやつに変えてみたとか言ったら、うん、その違いにまず驚くちゃうかもしれない。そっから今度2万円3万円のやつをちょっとインストールしてみましたってなったらまた驚くちゃうかもしれない、うん、でそっからねそっから先やね、うん、そっから先があんまり、お豆豆味しかおらんなんかそっから先の伸びしろは俺はあまり感じやった、うん、その誰かが言い寄ったとかじゃなくて自分がそう思った、うん、あの最初は本当エギングとかでもその1万円、まあ、5000円とかのビヨンビヨンした謎のやつを使えたよ、うん、5000円の差を5000円のリール、それから、まあ、1万2000円とか1万5000円ぐらいのやつ使い出した。まあそこでまあちょっと違うよね、うん、おっとなんかいいぞみたいな感度がいいぞとかなんかしっかりしてるとかリールの音がいいとかスムーズとかシルキーとか、うん、でそっからまた3万円ぐらいのやつにアップしていったらまたさらに確かにいい、うん、でそっから先の伸びしろがあんま感じやったっていう話で俺はそのメーカーとして出会いがあってちょっと TikTok に馴染みがあっていろいろ触る機会があるけん、うん、その触ったことのある竿の話しかできん、うん、触ったことないのにさあこの竿がいいですよとは言えんけん、うん、まあ TikTok はそういう感じかな、うん、はあ、はい、だからそうシマノとかもそのいいあの俺が触ったことあるのも限られてくるけどそのシマノ N さんがね N さんがちょいちょい遊びに来るけんさ、うん、あの人は一緒に飲んだりして楽しいっちゃ酒好き、うん、でその時の竿とかちょっと振らしてもらったりしよったらさやっぱいいもんね。ちかエステルがガサガサすぎて糸泣きすげえごめんうわぁ変わらない。豆しかいねえこれサビキやった方がいいただでもねやっぱ楽しいね、うん、これ66やったらちょっとストレスやもんね、うん、66やったらストレスなんやけど60の SIS はやっぱ超高感度すぎる、ね、LINE とかもエステル俺ら使いようけど何でもいいと思います、うん、PE でもいいしフロロでもいいしナイロンでもいいし薪の釣りやったらね はい、なんかそんな伸びとか気にならんじゃんし比重とかなんとなく最初からエステル使いよったらこのエステルのすぐプツプツ切れる感がちょっとあの癖になってきただけちょっとスイープにいかんとガーンいったら、うん、あパツンいくたそのスリルを楽しむ感じです、うん、でしかも俺らみたいにもう もう何ヶ月も巻き替えんけんガサガサい安いけねエステルは、うん、いやちょそろそろイカ見たいぜ。なんかさっきエギ変えよったけど、うん、変えたけど釣れんかったイカおらんとじゃん。最近なんかいいことあった？最近はない。じゃあいつぐらい最後いいことあったの？いつぐらい？いいことなくない？いいことなくない？マジか。ただ生きてるだけ。ただ生きてるだけ人生積んだな。積んだとか言うなし。積んだとか言うなしとか言うなし。せっかくイカ釣ってもらおうと思ってたね、いろんな。
豆味だ、豆味。今見た。ホーチで食いました。いいですよこれは。見たか。これがやっぱエビングよ。違う、今そこに付いてたってスラックジャークで来て抱いてたな。来たぜ来たぜ来たぜ、これ来たぜ。なんか神経のところの方にも。これギャフでしょう、ギャフ。ギャフ。すいません、いいですか。鼻切らだけ気付けてもらって。鼻切られた。完全に来たぞ。最後にドラマが。ちょ準備しとって、準備しとって。これは。分からん、なんかサイズ感。お、あ、そっちか。これ結構じゃない、結構じゃない、これ。やっぱ、やった、完全にやった。届く？これはやりました。やりました。お願いします。いや、うわやったぜ、うちが今日一の大声出したぜ。あたす今最初1キロぐらいあるぜ。おお、よいしょ。白色のやつ、白色のやつ。人生諦めたらあかんですね。はい、あー嬉しい。ちょっと待ってよ、すげえ成功しよう。いや、これかなりいいサイズじゃないですか。キロキロあるよ、絶対。あったぜ、イエイ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 。ソーシャルディスタンス無視。無視すんな。やった、マジ嬉しい。やば、エギングおもろ。やっぱね、やっぱね、今の時代エギングですよ。エギングです。ロッドがどうのこうの言いよったばって。はい、エギングっす。はい。いや、ちょっと待って、マジ嬉しい。1キロぐらいのオスやね。ちょっとやめてよ、やめてよ。 3.5 寸のエギがこのサイズです。カリモンのロットでゲットしました。イエーイ、やらっす。やっと帰れ。寒いと分かる、この寒い時クビになるやん。やったぜ、嬉しい。ありがとう。はい、シャック入れてくれてありがとう。帰ります。はい、じゃあとりあえずこれ直します。はい、マジ嬉しい。ういっ、ちゅうことで、はい、やっと帰ります。はい、よかったね。よかった。いや、釣れましたね。うん。まあ見ての通りですね、ちょっと放置ですね。はい、まあさっき映像に押されたんで、はい、ちょっとカタール人出ちゃいますけど、はい、カタール人の本日の名言、はい、おったらくう。はい、おったらくうです。おったらくう。よかった。はい、帰ろう。はい、帰りましょう。帰ります。もうね、シリン風邪ひいたことということで、はい、まあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回なんか面白いやつやります。はい、はい、じゃあ、じゃあ次回また。いい。